はいどうもピオキングです。今日もですねトロールコースやっていきますか。で今日のトロールコースなんですけどなんか喉がねおかしいんですよ。でこれやる前にさ1-1トロールって YouTube で検索して調べてみたんですよ。そしたらね海外の方がこのコースやってて、10秒ぐらい見たんですけどめっちゃ面白そうだなと思って今回このコースやっていきたいと思います。ただね1-1要素はあんまりなかったと思うんだよね。1-1 but this joke is dead って書いてるけど、ちょっと意味はね全然わかんないんですけどね、1-1要素は確かなかったと思う。ほらもうこの時点で1-1要素ないじゃんね。もう最初のこの度数は無視するけど1-1要素全然ないよね。なんでここ多分ね走っていけばいや違う、今のはただのボンミス。ここあれだね、この足場の下に折れば大丈夫だね。そしてなんかドロールっていうかさ、普通のドロールだねこいつはドロールだ。なんか早く行ってもダメでしょここ。わかった、ここ早く行ったら抜けれるんじゃない。全部早く行ってみようか。こうほらで、ここも早く行くと、そうでここも早く行くと、ほら今日早く行けば行ける感じかもしれない。これスピードランだね。見て、よしこのまま早く行ったらいける。やったぜあれドッスンが邪魔で右に行けない。あ、マジかよ。うわ、これ積んでるっぽいね。なんで、ここも、多分ね、ドッスンから逃げて早く下に行く。そう、この瞬間に右下。そんな感じでしょ。そして、これは、靴を履いて、ここはヒップドロップ。順調すぎ。やばい、順調すぎる。いやー！ここは、ヒップドロップして、右じゃない。あ、違う、左じゃない。こっちが正解っていうパターンありえるよ。ほら。で、下行って、あ、待って、これやられる、絶対やられるパターンだ。いや、うわ、上に行けないから、これ、はっ、うわ、上に行けない、よし、登れた。で、このまんま、なんでブロックがあんだよ、そこに。右押しっぱで多分行けると思う。それか、このバネを避ける。いやー、危ねーで、ここはね、絶対にこのまんま行っていい。行ってよくて、鍵は、このままジャンプして取ろうか。いやつららの下抜けんの。しかも鍵取れてなかったし、今日ね寝て起きて、そんな時間が経ってないんですよ。なんで喉がね多分いい感じにしゃがれてるかもしんないんですよね。だからいやーって言った時がねなんかもうしゃがれてるマックスみたいなしゃがりマックス大砲マックス。じゃあここはヒップドロップここでしよう。ここで一旦ヒップドロップしてで、もう一丁、この辺でしょうか。で、もう一回ここでして、左に行こう。右だね。まあ、いつも間違えるんですけど。多分ここで合ってると思うんだけど、多分緑の靴を履いていかないけんと思うんですよね。あら、ここは、あ、ここでヒップドロップしたら P 踏めるんだけどね。P 踏めるけど、ヒップドロップして右上が開くと思う。なんでここでジャンプ。あ、いや、大丈夫。大丈夫だね。ここでもヒップドロップして壊していこう。一個ずつ壊そうか。ね、まだチャンスあるよね。もう手遅れか。この靴を履くステージってさ、あんまないじゃん。ちょっと戸惑ってるんだよね。どうしよう。一旦さ、脱いで、このクリーボーの履いていこっか。いや、ちょっと待って。いや、大丈夫。これで合ってるでしょ。で、このなんか空気砲みたいなの出るじゃん、かわいいやつ。多分これをして P を踏む感じでしょ。そして下に行く感じ。何やってんだ俺はさっきと一緒じゃねえかこんなのは。待って、やられれないんですかこれ。ちょ、やられれないんですか。靴を脱ぎたいんだけど、どうしたらいい。あ、こっからどうすればいいんだろうね。一旦ヒップドロップして、あ、右上が開く感じか。で、ここで靴脱ぎ捨てて右に行く感じでしょう。これで合ってるね。相当悩んだね。ここで中間ポイントくれるんだね。ありがとう。じゃあこのまま左行こう。チェックポイント2まであんのかな。うわ、どうしよう。いや、もう右行くしかないね。さあ右行きましょう。で、デカキノコを取らんで行こう。あれ多分罠だね。デカキノコ取ったら下に落ちるもんだって。ほら分かってるんですよ私。これでも結構トロールやってますからね。まあ大物実況者の言葉を借りると積んだろー。これ右で合ってるでしょ。右で合っててこっ
から右に行ったらいけない。ここら辺なんかあるんじゃないの。うわ、なんもないね。このガリガリかな。行きます。本当に行っちゃった。やっぱここデカキノコ取るかもしんない。なんで取りますね。さあここで、あ、バスネが隠されてんの。ずるい、それはわかんない。でここで下に行ってドアに入る感じ。いや、なんでそうなんの。ねえ、裏に隠してる系ずるい。じゃあここは待っておいて良さそうな感じだね。そうで、ここでファイヤーボール取ろう。いや、合ってる合ってる。でここでちっちゃくなっていいのかな。はい、ちっちゃくなります。そして右下に行く感じか。オンオフして大丈夫、何も起きない。うわ、悩ましい。右上か右下か、どっち行く。じゃあ僕オンオフして右上行くね。合ってる、絶対こっちで合ってるよ。よし、来た。でこのまま下降りて、何があるんだろう。カロンの甲羅があるね。このカロンの甲羅を履いて、なんで履けねえの。それじゃあ、あのカロンはね、なんか思春期でもうトゲトゲしいからね、無視していこう。多分蹴ってもダメだよね。裏にね、なんか針かなんか隠してんじゃないのかな。でここで大丈夫、信じれ、いける。どうすりゃいいんだって。じゃあちょっと下気になんない。ねえ、下行ってみよっか。こっちが正解っていうパターンもありえると思うんですよね。しし、避けるよ。しし、これ当たってもダメでしょ。で踏んでもダメ。どうすりゃいいんだこれ。蹴ってもダメだよね。多分当たることがダメだと思うんですよね。あ、当たれるんだ。当たれるんだけど、これ積んだよね。うわ、やっぱりダメだね。この甲羅ほんとわかんないね。蹴ってもダメ、踏んでもダメ、わかんなすぎ。もう一回右に蹴ってみよっかな。これね、もう蹴る以外ないんだよね。こう、なんで、さっきこんなんならんかったくない。さっきブラパー残ってたじゃんね。ずるい、ここなんかある。よし、危ない。や、大丈夫大丈夫、引っかからんやったね、ギリギリ。そしてここは右に行ってすぐ、よし、オッケー。テレサを抜けて土管に入って、ここは真ん中に寄っていこう。もうゴールだと思うんですよね。ほら、ここなんか城あるでしょ。絶対ゴールだと思うんですよ。さてこのまま上行って、どっち、これ大ジャンプして、あ、大ジャンプしたら中間ポイント2か。まだゴールさせてくれない感じですかね。まだゴールさせてくれない感じかな。絶対右のあの土管の後ろの背景、あのゴールだと思うんですけどね。これ何、これ左、このドアかな。左のドアか右に行ってみよう。 You just CP、わかんねえ。日本語で書いてくれ。まあ一応左のドア入れるからね、ちょっとドア入ってみようか。ここここ右はやられる感じだったもんね。多分こっちのドアは何だろうね、続きっぽい。いやん、ちょっと待って、なんでここに戻ってきてんの。さっき中間ポイント取ったよね。中間、違う中間、同じ中間、中間、ちょっともう一回取ってみようか。この上の中間は違うくない、足場ないもんね、この中間。うわ、わかんねえ、どういう仕組みになってんだろう。そしてここは左で間違いないとは思うんですよ。左で間違いなくって、急にパックン来るからこっち、よし、オッケー。そんで右、うわ、この左上は、いや大丈夫だね。なんかね、ドッスンが急にね、そろそろ出てきそう。いや違うんだって、違うんだって。あ、ここの足場さ、ブロックになってるじゃん。でさっき取った中間ポイントのとこさ、足場なかったじゃん。だからこのブロック壊れたんだろうね。それじゃあここはオンオフしよっかな。オンしたらなんか降ってくる、この辺。よっしゃ、読みが当たりましたね。危ない、なんで入れないの。そういえばちょっと前なんだけど、結構仲がいい友達にね、僕がゲーム実況をしてることバレたんだよね。でなんか誕生日ライブがあるじゃん、その時も来てたみたいな。めっちゃ恥ずかしくない。右行ってドッスンを避ける、ドッスン避けて、あら、もうどうしようもないねこれ。土管入れないでしょ、頑張ってみる。入れるやんか。さっき自分のゴールがある、皆さん見えますか、ここゴールなんですよ。雲の先っちょにちょっと見えてるんだよね、黄緑色が。
うわ、気づいてしまった。なんで気づいちゃったんだろう。ごめんね、みんな気づいちゃって。でね、最近ちょくちょくコメントであるんだけど、ピュアキングさんスピードランしてくれませんかみたいな、あるんですよ、たまに。だからちょっと1個だけしていこうかなと思って。どれがいいかな。なんかやっぱ20秒とかやっぱ30秒みたいな書いてるやつがいいよね。もうこれでいいかな、もう。もうすぐあったんだけど、うん、これにしましょう。じゃあこのコース遊んでいきます。まあ40秒50秒ぐらいってね、結構長いじゃんスピードランで。なんでね、スピードラン遊ぶ時ってね、20秒ぐらいがね僕結構好きなんですよね。で今回ね、この20秒スピードランなんだけど、なんかブラッパを1回倒してからゴールって書いてたね。ブラッパが多分ね最後パウかなんかでね倒すと思うんですけどね。これはどういう感じか。あ、こういう感じだね。あ、結構僕こういうの得意ですよ。ほらね、もう一発でいけちゃうかもしんないね僕。ほら、よし。いや、これほんと一発でいったらすごくない？さっきミスったけど。このコースあれだね、あんまり手が忙しくないね。手が忙しいコースあるじゃん、あの神の甲羅を右とか上に投げてさ、パウブロックとかオンフスイッチをめっちゃ切り替えないけんやつ。そんなんじゃないからね、意外となんかこうスムーズにいけるね。初心者にもおすすめー。そういえば最近ね、イオンとかにあるじゃん、駄菓子屋さんが入ってるやつ。ああいうとこ入るとさ、めっちゃテンション上がんない？いや、分かる方は分かると思うんですよね。大人の方とかはね、もう昔食べたあの駄菓子を大人買いするみたいな、まあると思うんですよ。でそれでお酒を飲むみたいなね。待って、なんで今止まった、なんで今止まった、これ間に合わないでしょ。なんで止まったので、その駄菓子屋さん夢屋って言うんだけど、そこでね1500円分ぐらい買ったんですよ。てか夢屋ってさ、全国区してんのかな。他の県であの駄菓子をわざわざ買ったことないからわかんないですけど、でそのね1500円分買った量がもうとてつもなくてさ、いや異常的に多くて、もうツイッター上げてるんでね、もうぜひ見てほしいぐらい。もうマジすごいよ。もう軽く僕も駄菓子屋だね、駄菓キングだね。ちょうど今さ、オリンピック合ってるじゃんか。でそのね、オリンピックをイメージしたのかな、マリオオリンピックっていうコースがあったんですよね。これ人気ランキングでトップの方にあってさ、もうハートの数とかやばいよね。6800って尋常じゃないぐらい多いんですよ。まあ、マリオオリンピックどんな感じのコースなんだろうね。多分ね、いろんな競技があるような感じだとは思うんですけど、ミニゲームかな。ここはまずピンコインを1個取って、あ、4つの土管にどっか入っていけみたいな。とりあえず左下のクリボンのとこ行ってみようか。でここはボクシング。え、マジでボクシングが楽しめるの？どんな感じだろう。ファイトって書いてるね。でキノコ取って、どんな感じのボクシングだろうね。いや相当気になるね。いや、まあこんな感じだろうとは思いましたけど、まあすごく可愛らしいよね。リングが一応設置されてる感じか。まあさすがにパンチはないからね。もしかしたら 3D のあのトロール、あ、トロールじゃないや、スキンだったらできたかもしれないね。こう猫になってこうバンバンみたいな、一応ボクシングをイメージしたみたいなのはできたかもしれないんですけど、いやこのコースも十分すごいね。で、あと3つか、あと3つ残ってるよね。そっちの方行ってみよう。で、やっぱ一番左上のね、キラーめちゃくちゃ気になるんだよね、個人的に。絶対面白いと思うんで、一番左上最後に残しておきます。これは？あ、ベースボールっていうことは、なんかで打ち返す感じかな。あ、なるほど、これがバットの代わりってことね。で左上のチョロプーが打ってる人みたいな感じでしょ。これ地味だな。これ地味だけど大丈夫ですかこれ。でオンオフをして鍵がゲット、これで右に行けるのか。そして鍵がゲットできる感じね、ピンコインが。オッケーオッケー。じゃあ次は右上リンクだね。今度なんかアクション的な感じきそうだよね。アーチェリー、リンクは弓が出せるもんね。でここで上、いや金メダル取るよ。全部一発でいきます。多分いけるよ。はい、うまい。で次はここ、うますぎ。まあ、ここは多分ねこの感じでいけばいいと思う。上も下もしない、ここ。いやむずい。よっしゃ。今銀メダルだね、1回ミスったから。でここは何回もこうやって連打すればいけるんじゃないの。ほら
そしてここも多分 R ボタンずっと押しっぱなしでいける。でここは上とこのまままっすぐだね。で次は多分ピンクコインかな。クリア率もね 30% ぐらいだったんで、多分やられるはしないとは思うんですけどね。さあ来ました、ここで大砲のコース。このコースきっと面白いよね。テーブルテニス、なるほど。テーブルテニスのマリオメーカーはね結構多いんですよ。多分ここやっぱバネだよね。いや待って、速攻やられたんじゃねえか。じゃあよし、いけ。いやマジ強いよあいつ。あいつ多分世界一だね、元。オッケーで、じゃあ、いやテニスをね見ないから、あの誰が世界一か知んないんですけど、いやこれ勝てるよ。僕相当練習しましたからね。あれだよ、あの女の子だよ。名前が出てこねえ。やばい、日本人失格だね僕。大丈夫、いける。はい、よし来た、金メダル獲得だね。でゴールかな、もしかしたら最終ステージあるかもしんない。ここの土管入って、土管じゃない、ドアね。最後はこれはランって書いてるね。うわーバルタ。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。